練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、今回は本の紹介をしたいと思います。今回紹介する本はこの佐久間宣行のずるい仕事術です。私は毎月5、6冊程度本を読んでいて、この手の仕事術について書かれた本もこれまで何冊も読んでいます。その中でもトップ3に入る学ぶ点が多かった本なので、今回ご紹介させていただきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントやグッド評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さて、この本の著者である佐久間宣行さんを皆さんはご存知でしょうか。バラエティ番組をよく見られている方だったらご存知の方も多いのではないでしょうか。現在はフリーのテレビプロデューサーなどを務められていますが、もともと昨年まではテレビ東京でプロデューサーをされていました。私もテレビ業界について詳しくはありませんが、プロデューサーなどテレビの裏方的存在の方で、名前が世に知られている方はそんなに多くないと思います。私が思いつく方だと、電波少年などを手掛けられた T 部長こと土屋敏夫さんや、アメトークやロンドンハーツなどを手掛けられている梶林蔵さん、もやもやサマーズ2などを手掛けられている伊藤孝之さん、そしてこの本の著者でゴッドタンやあちこちオードリーなどを手掛けられている佐久間宣行さんくらいのものです。そのバラエティ番組のヒットメーカーである佐久間さんが仕事をする上で大切にしてきたノウハウが詰まった本がこのずるい仕事術です。帯には誰とも戦わず抜きんでる62の方法と書かれています。組織の中で仕事をすると必ず付きまとってくる課題が成果評価、そしてそれに付随する人間関係だと思います。成果を出そうとして尖った仕事をしようとすると、周りから疎まれたり無用な衝突を生み出すことが多々あると思います。まさに組織人として誰もが思う、消耗せず仕事がしたい、限られた時間で無駄に戦わず成果を出したい、取り替えのきかない人になりたいという希望を叶えるために必要なノウハウが詰まっています。この本で書かれていることをいくつかご紹介させていただきますと、雑務こそチャンスに変える、小さな仕事でも誰かが必ず見ていてくれる、誰かが評価してくれる、誰にでもできる仕事をいかに自分にしかできない仕事にして信用を貯めてチャンスに変えるか、どうすればよくある雑務を自分の仕事にできるのか、その問いが仕事を面白くする、会社に合わせすぎない、違和感を持ちながらも会社に評価されることだけを仕事の軸にすると長期的判断を見余ってしまうことがある、昔からの価値観で意思決定をしている人たちに評価されたらむしろ危険信号、自分の感覚を信じることも時に大事な判断になる、運を味方につける、究極的に仕事は全て運で決まる、僕は運とは信用の積み重ねだと思っている、運は愛想と誠実さによってかけられた信用という名の橋を渡ってやってくる、だから愛想の悪い人は信用を得られないし運も来ない、運が通るための信用の橋をコツコツとかけておけば、忘れた頃にこんなところからやってきたのかと驚くような運の来訪があるだろう。以上、ほんの一部のご紹介でしたが、どうでしょうか。わかるという方も多いのではないでしょうか。この本は私が練馬区職員時代に意識してきたこと、そしてこれからも意識して取り組んでいきたいことなど、活かせることが非常に分かりやすく端的に書かれています。今年新入社員になった方はもちろんのこと、私は意外と10年目くらいのある程度組織に慣れてきて壁にぶつかることも多くなってきた方にこそ刺さる本ではないかと思います。ぜひよかったら本屋さんなどでお手に取ってお読みいただければと思います。これからもいい本との出会いがありましたらまたご紹介させていただきます。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。